これが追い出し試合？はい。なんか壮絶だな。一体どんな恐ろしいレースが？100メートル100本勝負、部長に勝つまで続けるのがサメ塚の伝統だ。リン、よ、よく来たなお前ら。リンちゃんももう勝負したの？いや、まだだ。というか100メートル100本勝負って理論的にありえない。あの三越部長には理論は通じねえよ。なるほど、うん、おお、お前らも来てくれたんだな。記念に泳いでいかないか？え、俺たちが？いや、僕たちは部外者ですし。遠慮すんな。サメ塚対岩飛びフリーの400メートルリレーで勝負だ。松岡、お前も泳ぐ。ほう。他に泳ぎたい奴は？はい。よし、ニートリ来い。ちょっと待ってください。ですから僕たちは。いつの間に？やだ、上腕三頭筋がこっち見てる。また履いてきてたんですね。しょうがないな。だね。ほ、実は。で、なんで持ってるんですか？アルが泳ぎそうな気はしてたから。裏切り者！だから遠慮するなと言ってるだろう。ニトリ。はい。連れてけ。こっちです。遠慮しているわけではなくてですね。サメ塚対岩飛び、どうどうフリーギレー勝負。どうじゃありませんよ。よーい。誠が抜いた。うん、どんどん差を広げてるよ。クロールも速い、誠先輩。負けないよ、愛ちゃん。その呼び名はやめてください。それじゃあ先に行くね。はい、落ち着いていく。はい、膝曲げすぎだバカ。次は俺が行く。最後はお前に任せる。部長、龍ヶ崎君、ついにフリー泳げるようになったのね。いえ、泳げません。え、でもこれフリーリレーでしょ？はい。僕はバッタしか泳がない。え、どういうこと？いいの？フリーだからバタフライでも OK です。面白い。ならば俺もバッタで勝負だ。どんどん追い上げてくる。で、レイちゃん、またゴーグルずれちゃってる。頑張れレイちゃん。レイ部長、ファイト。そういや、お前らとフリーリレーなんて初めてだな。おう、悪いが今日は勝たせてもらうぜ、ハル。勝ち負けはどうでもいい。お、ったく。いけー！レイ！部長！ラストです！なーん！悔しい！あと少しだったのに！でも楽しかったよね。そうだな。お前たち、よく頑張ったな。今日で俺たち3年は引退だ。これでもう思い残すことはない。だが平穏な日々は長くは続かんぞ。4月にはすごい奴が入部してくるからな。せいぜい今のうちに残りの人生を楽しんでおくがいい。どこの悪役ですか？松岡。はい。明日からお前が部長だ。うちの部は頼んだぞ。はい。リンちゃんが部長？リンさんは部長という柄ではない気が。何言ってるの？お兄ちゃんの筋肉はどこをとっても部長クラスでしょ。そこですか。うちは入部条件としてサメ塚基準タイムを上回ってる必要がある。今からタイムを測ってやるから自分の専門種目を泳いでみせろ。はい。ちょっと待ってください。なんで俺なんすか？俺が決めた。でも俺は部長なんてやるべきじゃ。つべこべ言うな。責任取るって言ったのは誰だ？それはうちで最高のチーム作るんだろ。松岡、俺はお前に任せたいんだ。部長、どうかしましたか？はい。その呼び方やめねえか。あ、前のままでいい。あ、わかりました。それにしても今年は入部希望者多いですね。そういや三越場部長が言ってたな、すごいやつが入部してくるって。ひょっとしてあの中に？お前もしっかりやらねえと1年に抜かれちまうぞ。あ、はい。痛かった？よっしゃ。お、入会希望者か。悪いな、オープンは来月だ。まずは申し込み用紙に。いや、俺は。うん？
入会希望者じゃないのか？ここは確か岩飛びスイミングクラブだったはず。ああ、よく知ってんな。潰れて健康ランドになるとこだったんだよ。だけど去年取り壊しの途中で今度はその会社が倒産しまってな、そのままになってたのを俺がじいちゃんのイカ釣り漁船を担保に買い戻して再建したったわけだ。こいつらに教えられたんだよ。去年のあのレース、俺ももっと無茶でフリーな生き方しねえとなって。あれ、ああ、今回は市民大会ってことでうちは希望者のみエントリーだが、とにかく大会に慣れてねえやつはこの機会に雰囲気をつかめ。以上。はいはい。凛さん、意外と部長らしかったですね。てめえらベスト出さねえとぶっ飛ばすぞとか言うのかと思った。いや、それはないだろ。こんなところで待ち伏せか、凛。待ってたぜ、ハル。また隣り合わせのコースだな。ああ、お前ら冬の間まともに泳げてなかったんだろ。なんならハンデつけてやってもいいぜ。そんな必要はない。泳げなくてもトレーニングはずっとしてた。ずいぶんとやる気じゃねえか。その成果見せてみ。絶対俺が勝つぜ。俺だもんね。負けねえぞ。今日はリレーで勝負できねえからな。俺とお前の勝負だ。俺は記録なんてどうでもいい。まだそんなこと言ってんのか。勝ち負けや記録に興味がなくても水の中じゃてめえが一番だって思ってんだろ。その冷めた面俺が熱くしてやるよ。あ、次はハルちゃんとリンちゃんだよ。よう。二人とも早い。どんどん凛との差が開いていく。負けるな、ハルちゃん。ハルちゃん。他の選手たちとまるでレベルが違う。すごいよハルちゃん、徐々にリンちゃんを追い上げてる。まったくの同着。ハル、なってんじゃねえか。熱くよ。別に。すごかったです、はるか先輩。自己ベストを軽く更新してお兄ちゃんと到着なんて。みんなも本当によく頑張ったわね。俺もブランクがなきゃもうちょっと。大丈夫です、ササメさん。こんな名言があります。ターンの時、両足が壁に。先行っててくれ。はい。どうした、ハル。話がある。後で岩飛び高校まで来い。なんだよ、そこでケリをつけようってのか。来ればわかる。おいハル、来たぞ。出てこいよ。だよ、ったく人を呼び出しといてどこ行きやがったんだ。開いてんじゃねえか。連れて行け。キキー。ちょっと。
離せちょ、おとなしく従え。ハルちゃん、ゴビゴビ。おとなしく従え、モゲ。いや、モゲじゃねえよ。おい、離せ。いや、兄ちゃんを連れて行かないで。で、ゴアもいるのかよ。リン、来るなって。やだ、お前ら、いい加減に。小学校の頃、お前言ってたよな、桜のプールで泳ぎたいって。もともとは新入部員獲得のためにプール開きしたんだけどね。アーマちゃんが頑張ってくれたんだよ。ですが結局新入部員はゼロ。でもおかげで桜のプールが見られたから、リンにも見せたいなって思って。お前らリンさん、さあどうぞ。どうぞ。しょうがないから泳がせてやる。いや、泳ぎてえけど、まだ泳げる季節じゃねえだろ。お兄ちゃん、脱いで脱いで。燃料はいりません。そうだよ、照れなくていいのに。照れてねえよ。おい、待って、やめ。おうわぁ、なんかやみそうにないね。せっかく準備したのに、これでは。ひょっとしてレイ君、雨男？違います。天気予報、雨って言ってなかったのに。そういえばよ、お前ら卒業した後のことを考えてるか？別に。いや、別にじゃねえだろ。リンは世界を目指すんだよね。ああ、俺はいろいろ道草食っちまったからな。今年の夏の全国大会が最後のチャンスだ。全国大会まで行けばスカウトも来る。そこで記録を出して俺は夢をつかむ。ハル、マコト、お前らはどうするつもりなんだ？俺はまだ決めてなくて。考えてねえのかよ。昨日テレビでやってたんだけどさ。松岡、これサンキューな。お、席につけ。今日は転校生を紹介するぞ。東京から転校してきた山崎宗介くんだ。みんな仲良くするように。ソウスケ。久しぶりだな、宗介。ああ、5年ぶりか。つか、何おかしな時期に転校してきてんだよ。お前が言うな。小6の冬ってありえねえ時期に転校してったのはリンだろ。俺さ、岩飛びに行くことに決めた。一緒にリレーやりたいやつ見つけたんだ。そういや、そうだったな。で、お前はなんで鮫塚に？確か東京の水泳強豪校に行ってたはずだよな。まあ、いろいろあってな。なんだよ、はっきり言えよ、お前らしくね。高校水泳最後の1年、地元で好きに泳ごうと思っただけだ。卒業後の行き先決まったからな。待てよ、まさかお前水泳やめる気じゃ。スカウトが来た。は？てめえ、この野郎、すげえじゃねえか。やめろってリン。集合しろ。山崎宗介です。東京の時津高校から来ました。山崎はバタフライで全国ベスト10の成績を残している。いろいろ教えてもらえ。はい。顧問の杉本だ。松岡と知り合いなんだってな。なら話が早い。松岡、部のこといろいろ教えてやってくれ。はい、改めてよろしくな、宗介。
おう、よろしく頼む。これが全国レベルのパーフェクトボディ。はじめまして、2年のニトリ愛一郎と言います。よろしくお願いします。よろしくな。ああ、時津高校って水泳の超名門ですよね。すごいです。さすが凛先輩の親友。ってことは七瀬さんたちとも親友なんですか？こいつは佐野翔時代のダチだ。ハルトは関係ねえよ。七瀬のことなら知ってる。昔大会で勝負したことがあるからな。あいつと泳ぐと全身がピリピリさせられた。さすが、お前が惚れ込んだだけのことはある。お二人は本当に仲良しなんですね。早い。通常より上半身が上がってる分、水の抵抗を受けずリカバリーできるから早いんだ。それにあの柔軟な方は作ろうと思って作れるもんじゃねえ。宗介のやつやってくれるぜ。あ、じゃあ三越芝部長の言ってたすごい新入部員って。